この質問よく言われます、うん、木村拓哉さん、そう、うん、はい、すごい聞きたいと、はい、いや、あの家がね、うん、たくさんあるみたいな話が、別荘みたいなのが、うんうん、それなんか伝説のように伝わってる、うんうん、何個ぐらいあるって言われてる、いや5つ6つは、それで実際に、うん、あの僕あの不動産の人に言われて滋賀県に見に行ったことあるんです、連れて行かれて、でバスフィッシングおやりになるからなんかそこの最上階のペントハウスを買ったと、はい、でそこに来てると言ってそしたらもうみんながいやあそこの部屋が木村さんの部屋って言うんですよ、うん、え、それはガセネタですよね、これ万が一あれやったら俺もどうしてやったらほんまやったらもうこの後鳥人間で行きますから一緒に行きましょう車だったらそういう噂がよく聞かれるんですか、ご自身は。すごい家のことは。そうなんや。すごい聞かれます。5つ6つ。5つ6つ。あとその海のそばとか。はい、サーフィンするとか。秋村さんを見たっていう。はい、サーフィンね。さあやってたでしょ。でもそのサーフィン見るのはいいけど、その家のことですから。ね、でも家でも、で結局木村さん、最終的に木村拓哉さんそっくりな人がいるって話になったんですよ。そうです。いやそれ見たいじゃないですか。はい、逆に。全然似てないんですよ。でなんでそんな噂になるかわかんないんですけど、なんでなの？いやいやわかんないです。メンバーの皆さんは木村拓哉さんが家何個あるとか、家行ったことあるとか、そんなも知らない。何個あることが流れてることはすら知らなかったです。いや僕は うっすら知ってるけど、こういう時ね慎吾君本当頼もしいのよね。ちょっとナチュラルファンになってるからええよね。いやいやロケで僕、はい、この番組の愛着がないから。ロケでいろんなとこ行った時に、はい、あの町で会った人が、はい、この上に木村君住んでんのよって言って、住んでない、僕は知ってる、はい、ここには住んでない、うん、でも別荘とかかもしれない、僕が知らない別荘かもしれない、それぐらいはあるんじゃないの、別荘とかなんのかなって言ったら、うん、違う違うここに住んでるの、うん、でその町でいろんな人会ってもみんな、うん、先週も来たよ木村君、本当でも そこは住んでないです木村君、私も群馬県と はい、群馬県と静岡県でなんかお家があるのでという噂、俺ね俺新浦市に住んでるんですけど、はい、新橋新浦市なんで新浦市に浦に、うんうん、住んでる、だから俺近所だと思ってた、木村さん、近所の家の本人肯定も否定もしてないですよ、うん、いやいや持ってない、持ってないと、あのね、あの家噂になった、うん、その家の本当の持ち主がすごい企業 の、うん、偉い方なんですよ、はい、だからその人がわざと名前を変えてそこに住んでるんじゃないかみたいな話までなっちゃう、だからこの芸能リポーターの皆さんはじゃあスマップのそれぞれのメンバーの家って大体なんとなくもう分かっていらっしゃるんですか、それはなかなか、そうですね、中江さんは何軒かお持ちじゃないですか、僕僕独身ですよ。いやでもそれは独身であるのは関係ないですからね。両親のとかですか？あ、両親の。両親を名義でね。そうか、やっぱり芸能リポーターの皆さんはそれぞれ、ね。それを自分僕の家っていうふうに思ってるところです。浜田は女と借りてるマンション。